この預言者が蘇った神の御子だと信じる者もいるが、彼自身はそのようなことは全く言わない。彼の行いを奇跡として称える者もいるが、彼はそのような説明を拒絶する。彼の謙虚さのうちに信者たちは彼の言葉が真実であることを見る。変化が起ころうとしている。私は地位という枷を捨て、預言者に好みを捧げるようになった。私は彼の言葉を広め、同じ階級の者たちに布教した。だがその行為は上流階級を怒らせ、完全に西の教会の注意を引いた。
Yeah.